皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。ただいまから議会運営委員会を開会いたします。まず1、本日の議事日程についてを議題とし、括弧1、委員長報告の括弧2、議案49件について説明を求めます。委員長、岩崎議会事務局長。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。議会事務局岩崎です。どうぞよろしくお願いいたします。恐れ入りますが、着座について説明させていただきます。はい、よくわかります。それでは1、本日の議事日程の括弧1、委員長報告の括弧2、議案49件について説明いたします。お手元の3月定例会議事日程第4号をご覧いただきたいと思います。まず議長の初版の報告の後、日程第1から第49までの主張提出案件49件につきましては、おのおの付託されておりました4常任委員会および議会運営委員会から審査が終了した旨の報告がありましたので、この審査の経過および結果について委員長報告がございます。委員長報告の後、質疑討論が行われ採決となります。次に採決について説明いたします。議案第1号は単独で起立採決、2号は単独で挙手採決、3号および4号の2件は一括で挙手採決、5号から8号までの4件はそれぞれ単独で起立採決、9号から14号までの6件は一括で挙手採決、15号から17号までの3件は一括で挙手採決、18号から20号の3件はそれぞれ単独で起立採決、21号から23号の3件はそれぞれ単独で挙手採決、24号から28号までの5件は一括で挙手採決、29号から32号の4件は一括で挙手採決、33号から39号の7件は一括で挙手採決、40号から45号までの6件は一括で挙手採決、46号から49号までの4件はそれぞれ単独で起立採決となります。なお、お手元に委員会審査結果表を配布しておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。また本日は議席に議員評決申告書を配布いたしておりますので、よろしくお願いいたします。説明は以上でございます。ただいま説明が終わりましたが、何か質疑ありませんか？ありますね。なければ次に括弧に、市長追加提出議案1件について説明を求めます。委員長。松本市長公室長。はい、皆様おはようございます。おはようございます。市長公室の松本でございます。着座にて説明させていただきます。はい、どうぞ。本日の、追加提出議案としまして、人事議案1件を予定しております。お配りしてあります議案その3をよろしいでしょうか、をめくっていただいて目次をご覧ください。はい、議案第50号の教育長の任命につき同意を求めることについては、北岡博教育長が令和3年3月31日に任期満了となりますことから、その後任者の任命について、地方教育行政の組織および運営に関する法律の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。候補者でございますが、議案書の1ページに記載のとおり、現教育長の北岡博氏の再任をお願いするものでございます。北岡博氏は八代市小金中町にお住まいで、現在66歳、昭和52年に旧八代市役所に入庁され、子ども家庭課長、秘書課長、教育総務課長、教育部長などを歴任され、平成27年3月に定年退職された後、同年4月1日から現在に至るまで教育長2期6年間お務めいただいております。これまでの経歴及び教育長としての実績から適任と考え、再任をお願いするものでございます。
なお任期は本年4月1日から3年間でございます。以上が本日追加提出を予定しております一件の人事議案でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ただいま説明が終わりましたが、何か質疑ございませんか？ありません。なければ、それでは市長追加提出議案の人事案件一件についての委員会スタッフについて協議いたします。スタッフはいかがいたしましょうか？よろしくください、委員長。はい、省略。省略ですか？はい、はい、省略ということでございます。それでは、よろしくお願いします。はい、市長追加提出議案については、省略ということで、お願いしたいと思います。今、省略の掛け声でございましたので、市長追加提出議案の人事案件1件については委員会付託を省略することにご異議ありませんか？ご異議なしと認め、そのように決しました。本件の採決方法について、事務局に説明を求めます。委員長。岩崎議会事務局長。はい、日程第50議案第50号の採決方法につきましては単独で起立採決となります。以上です。はい、ただいま説明が終わりましたが、何か質疑ありませんか？ありません。はい、なければここで執行部はご退出お願いします。次に、括弧3、議員提出発議案3件について説明を求めます。委員長。岩崎議会事務局長。はい、手札のまま失礼いたします。どうぞ。議員提出発議案につきましては、お手元に発議案を配布しております通り、3件が提出されております。まず、本議会運営委員会の議員さん方、福島委員長をはじめ、他9名から、3月9日に提出されました発議案第1号、八代市議会委員会条例の一部を改正する条例案、同第2号、八代市議会会議規則の一部を改正する規則案、および村山俊臣議員ほか17名から3月15日に提出されました同第3号、新型コロナウイルスワクチンの安定的な供給および接種の円滑な実施を求める意見書案でございます。内容は発議案第1号第2号につきましては前回の議会運営委員会でご説明いたしました通りでございまして、趣旨弁明者は福島議員となり、発議案第3号についての趣旨弁明は村山俊臣議員となります。以上でございます。はい、ただいま説明が終わりましたが、本委員会メンバー以外の会派などからの議員発議案については発議者代表から説明をすることとされております。本日発議者代表の村山議員は、本委員会を傍聴されておられますので、この際説明をお願いしたいと思いますが、これにご異議ありませんでしょうか？はい、それではご異議なしと認めます。それでは発議案第3号について村山議員お願いいたします。はい、皆様、改めましておはようございます。おはようございます。発議案第3号、新型コロナウイルスワクチンの安定的な供給及び接種の円滑な実施を求める意見書案の提案理由についてご説明させていただきます。今回の新型コロナウイルスワクチン、以降はワクチンと言わせていただきます。接種は多くの国民を対象に短期間で実施する前例のない取り組みであったり、密にならない接種場所や及び必要人員の確保、ワクチン接種後の副反応が生じた際の対応などの準備を速やかに整える必要があると考えます。しかしながら国から供給されるワクチンの数量及び時期に関する情報が不確なため、ワクチン接種を行う医師、看護師の確保及び接種会場の準備に支障が出始めているのが現状であります。よって新型コロナウイルスワクチンの安定的な供給及び接種の円滑な実施を
国会及び政府に強く要望する必要があると考え、提案させていただきます。以上でご説明とさせていただきます。はい、以上説明をいただきましたが、何かありませんか？ありません。よし。なければただいま説明等がございました議員提出発議案3件についての委員会2つについて協議いたします。2つはいかがいたしましょうか？なし。省略。はい、省略。それではお諮りいたします。議員提出発議案の3件については委員会付託を省略することにご異議ありませんか？ありません。ご異議なしと認め、そのように決しました。次に、括弧4、閉会中の継続審査、調査の申し出について報告を求めます。以上。岩崎議会事務局長。はい、着座のまま失礼いたします。それでは閉会中の継続審査、調査申し出につきまして説明いたします。別紙閉会中継続審査調査申し出書をお開きいただきたいと思います。経済企業委員会では所管事務調査2件、運協福祉委員会では所管事務調査2件、建設環境委員会では所管事務調査2件、総務委員会では所管事務調査2件、なお議会運営委員会においてはこの後ご決定いただくことを予定しておりまして、ご覧の3件を記載しております。これらを合計しまして11件となります。説明は以上でございます。ただいま報告は終わりましたが、何か質疑ありませんか？すみません。あければ次に括弧5、その他について何かありませんか？すみません。はい、以上です。それでは次に2、議会運営委員会の閉会中継続調査の申し出についてお諮りいたします。本委員会は議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項について閉会中も引き続き調査することとし、継続調査を申し出たいと思いますが、これにご異議ありませんか？よし。ご異議なしと認め、そのように決しました。次に、3、その他について何かございませんか？ありません。ありません。なければ以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。